ゼフロブ・アウル。身長180センチ。瞳の色ダークグレー。髪の色銀。年齢42歳。ウェイアブンの猟犬第7部隊隊長、前パルシファン領主ウォーランの指南役であったセルゲン・アウルの息子。若くしてその卓抜した剣と鎖武器の技で父の後を継ぎ、パルシファル公直属近衛兵の指揮官に任ぜられたが、現領主パーザルの我欲と妬みからウェイアブンに近衛兵団を取り上げられ、自らもウェイアブンの猟犬にされてしまう。しかし父セルゲンと領主ウォーランの不可解な死に不信を抱いていた彼は、ウェイアブンの目を盗んでその謎を暴こうと密かに探っている。またこの時ウォーランの子ウォレアインも行方知れずになっていた。銀の手。ゼフロブの右手にはめられたコテ。月の魔法で作られた魔法銀をその主原料としている。ウェイアブンの月の魔法は闇の魔法の中にあって唯一中性的な性質を持つ魔法である。この性質は自然界の法則と結合が深く、通常の魔法で作り上げた力場、方向性を持つ力、爆発力等を中和させてしまう力を持つ。銀の手はこれらの性質を備えた物質で作られているため、ティグナリア・セガイン程度の魔法使いの用いる魔法ならほぼ完全に無効にすることができる。本文中のクシャウナはティグナリア・セガインの一人で風の魔法を得意としていたが、この銀の手に全ての魔法力を吸収され廃人と化し、その後間もなく他界した。